皆さんこんにちは。今日は、ガイドトーンを使った251のボイシングをやっていきたいと思います。でどういうふうなボイシングかというと、前回3ノートスプレッドボイシングをやったんですけど、例えば C メジャーキーで D マイナーからいきますとルート73って弾いて、で G7 のルート37って弾いて、 C メジャーのルート73っていうふうに弾いたのを、この右手を左手でそのまま弾く。ボイシングになってます。例えば枯葉で、これを弾くとするとこんな風になりますっていうのを聞いてください。iReal Pro っていう、バッキングのアプリに合わせてやってみます。251ケーデンス2種類あるんですけれども、今日はマイナーセブンスで73から始まるものを弾いていきます。それではガイドトーンを使った251を弾いていきたいと思います。この iReal Pro っていうので、作ってみたんですけど、251の練習のための、iReal Pro で、Dm7th、G7th、Cmaj7th、Cmaj7th っていう、1小節ずつで変わるようになってます。でこれで、ご飯を上っていうのがサークルオブフィフスなんで、これで、次の調に行くようになってるんで、今日サークルオブフィフスで、弾いていきます。Dm7th から Gm7th から Cm7th から Fm7th から Bb7th から Bb7th から Fm7th から Cm7th から Fm7th から Bm7th から Em7th から Am7th から Dm7th。 で、これで終わりです。次は全音加工でやっていきたいと思います。 iReal Pro の、2半音下へ移調するっていうところを選んで、これに合わせてやっていきます。 Dm7th から
Cm7から。Bb7から。Bb7から。でここで元に戻るんですけど、まだ6個の調しかやってないんで一旦終わって胃腸機能を使って、B のキーでやります。 B のキーからスタートにします。じゃあやってみます。C シャープマイナーセブンスから B マイナーセブンスから A マイナーセブンスから G マイナーセブンスからで元に戻りましたので終わります。次は半音加工でやっていきたいと思います。これもアイリアルプロで、練習各リピートで1半音を下に移調するっていうのでやってみます。Dm7から Cm7から Cm7から次と同じ音なんです。すごい楽ですね。Dm7から Bb7から Am7から Am7から。Fm7から Fm7から、ちょっと低かったので高くしました。 Am7 から Em7 から Dm7 からでおしまいですね。はい、ありがとうございました。ちょっとこの順番通りにやるとすっごい時間かかって
です。あの本当に曲弾くまでに時間かかってしまいますので、私がこうやって覚えたらよかったかなって思う順番に今やっていってます。次ちょっとマイナーの、同じような3ノートスプレッドボイシングの同じ形と、それから今みたいなガイドトーンっていう感じで、似たようなものをこう順番にやっていけたらなっていうふうに思ってます。はい、ご視聴いただきありがとうございました。